皆さんこんにちは、かりんです。本日はですね、こちらしなこさんのグミキュンプリンセスダンスプラクティスの解説をしていきたいと思います。もう2ヶ月前ぐらいにはなるんですけども、前回ですね、しなこさんのしなこワールドのロックダンスの解説をしたところ、結構ですね視聴していただけまして、今 7.5 万回ぐらい見られております。私の動画ですね、結構見られる動画と見られない動画と、まあ YouTube ってそういうもんだと思うんですけど、結構差がある中でしなこさんの動画めちゃくちゃ見られている方かなと思い、とっても嬉しく思っております。コメント欄の方でグミステップの解説もしてくださいっていう方、コメント欄の方でグミステップの解説をぜひやってほしいっていう風で、もうやだよ。コメント欄の方でグミステップの解説もぜひ見てみたいっていう。なんでや。コメント欄の方でグミステップの解説もぜひお願いしますっていう風でコメントいただきましたので、今回やってみようと思います。ということで解説スタート。難しいですね。はい、全部擬音、プルプル、サラサラ、ポリポリ、ふわふわ、なんかよくわかんないんですけども、ちょっとこれゆっくりにして見ていきましょうか。速度をちょっと 0.75 倍にします。スタート。ポリポリ、パリパリ、プルプル、ふわふわ、サラサラ、シャクシャク、パリパリ、プニプニ、プルプル。はい、ということでもうベロが回らないんですけども、全部ですね、まあプニプニとかサラサラっていう感じで手でですね擬音を表しています。もうそれしか言いようがありません。はい、でこれはもう歌詞を暗記するしかないと思うので、真似したい方はですね、曲を覚えてからやった方がいいと思います。ちょっと続きいきます。はい、プニプニ、ふわふわ、サラサラ、シャクシャク、プルプル、ふわふわ、やーん。あー、ストップ。このですね、チャララララーンっていう音が入ってますよね。このままここをっていう風にすぐ入るんですよ。これね、何拍というか1,2,3ってこう手拍子がいくつぐらいあってのトンって入らなきゃいけないかっていうのを把握してないと絶対絶対に入れないので、これでちょっと難しいポイントだと思います。はい、うん、すぐですね。で、しなこさんがいつもすごいなと思うのは、そう、ちゃっ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 ちゃ、グミのふにって入るじゃないですか。そうってところで、そう、グミのって入るんですよ。これね、瞬発力がすごいですよ。もう一回、せーの、どこだ、そう、海の国。はい、ストップです。あれもこれも、はい、これロックダンスの動きなんですよ。はい、これ指を指す動きのことをポイントと言います。もうここがポイント、ここがポイントっていうのと全く同じ、指を指すっていうのをあれもこれもっていうことですね。曲と振り付けがぴったりに感じませんか？これってね、理由がありまして、あれもこれもっていう風になんとなく言葉を分けると3つずつになってるんですよ。そこにあれもこれもっていう風に3つずつで動きを合わせてるので、おお、ぴったりに見えるっていう、そういう理由ですね。もう一回、はい、あれもこれも。ちょっと待って、もう一回見ますね。ちょっと振りを覚えます。はい、うん、 OK。 ここバッククラップ、このままクロスにして、次の動きが、はい、気づいたっていう風になってますね。腕の動きだけいくとバッククラップって言って、外回しからの内回ししたら後ろでパチンと手をタッチします。これがバッククラップ。バッククラップ終わったらクロスしてアップして
ロック、これをステップと混ぜてやってます。はいはい、グミナの気づいたっていうことですね。なんかね、不思議なのがしなこさんのこの、まあ、曲というのか楽曲にはなんでロックダンスが入るんだろうっていうのがめちゃくちゃ不思議。まあキャッチーな動きが多いからなのかもしれないんですけども、めちゃめちゃ可愛い格好をしてる人がロックダンスを踊るってストリート界で言うとあんまりないことなんですよ。だからそのギャップが私は結構ね、おもろいって思ったりもしてます。はい、続き、ちょっと前から、はい、みの気づいた、はい、おお、難しいことしてる。ちょっと待ってね、進めないな、もうちょっと後ろ、気づいた、はいはい、足がですね、パトフレと言います。チャッ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 チャーラ、チャッ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 チャーラっていう風なステップ、前後ろ来たら向きを変えて1、2、3、足前後ろ1、2、3、こんな感じですね。そこに腕がついてるんですよ。難しいね。はい、色も形ものところで、色も形も、もうこんなこと普通できないんですよ。なんでできるでしょうか。まず腕をパラパラパラー、はい、でこの後ウェーブ、はい、ハンドウェーブですね。でハンドウェーブのやり方なんですけども、これ難しく感じる方もいらっしゃると思いますが、とにかくご自身のこの指先を上と下に一生懸命動かしたらいいです。はい、最初はね、右でも左でもどっちでもいいので、はい、でその後肩からふわーんと上げないといけないので、こっちだけちょっと難しいです。肩上げたら肘上げて、その後手首上げたらぐにゃん、はい、手をちょっと握ってゆっくり開く、まっすぐね、こう、はい、これを上下肩っていう風に行います。色も形もってことですね。むず、はい、がんも食感ね。あー、いいですね。シックシックしちゃう紐のところ、シックシックしちゃう紐っていう風にステップがですね、曲にぴったり合ってます。ちょっと見てくださいね。 1、2、3 1、2、3、そう、ここここもな、ちょっとリズムが急にこうフッて変わりますね。グミーのところね、はい、応援隊グミー、ここグミー、イエグミーターン。かわいいね、キュンキュン止まんないの、これね、めっちゃかわいいっすね。私はあんまりこうやらない動きですけども、はい、振り付けにあったらやりたい、はい、イエス、止まんないの、はい、あー、ここも音ハメですね。かわいい、かわいいですね、めっちゃかわいい、はいはい、いや、まあ、いい、はい、かわいい、いいね。さあ、ここからですよ、グミステップ。前乗り前乗り前前ターン、せーの、グミステップ、グミステップ、ワン、ツー、エナ、スリー、フォー、ワン、エナ、ツー、エナ、ここ入れ、グミキック、はい、ストップ。これね、できないですよ、普通の人は。まず前乗りからです。前乗りで、前乗りのやり方なんですけども、こうやって前にばっかり乗るっていうのは絶対やっちゃいけないです。腰をまず最初下げていただいて、腰を出して、この出した腰に上半身乗る、これを1、
イイイチっていう感じです。なので下がるのと腰出すのをちょっと同時にやってる感じ。1、2、3。まず最初グミステップグミステップグミ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 ステップ、はい、っていうところまでです。難しい。まず最初足を前に踏んだら後ろの足踏んで前かかと戻す、逆前後ろつま先、これを右と左2回やります。せーの、前後ろかかと前後ろかかと。そうしたらここから難しいです。足をちょっと縦に開いてこれをひねる、これをひねる、はい、いいですか。1、2、3、1、2、3、縦ひねって縦ひねって、こっからパトブレドン、タッタッタっていう風になります。これね、ゆっくりやって練習しないときっと難しいです。はい、せーの、グミステップグミステップ5、5、6、OK、 グミターンまでいきましょう。パトブレが終わったらすぐに縦に開きます。ただパーしてるだけです。パーしたら反対側を向くときに膝上げてパ、膝上げてパっていう風になります。これがグミステップグミステップグミ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 ステップ、ワン、ツー、エンド、スリー、フォー、エンで後ろについた足をバックスキップって言って後ろでスキップと同じリズムをするんです。普通のスキップはランラランラランでんですけども、後ろのバックスキップはねランラランラランラランこのリズムです。いいですか。これで後ろに下がっていかないようにその場で行うためにケンケンした軸足をランニングマンの逆で前に持ってきます。1、2、1、2、1、2、1、2、こんな感じです。ステップが多いとねちょっと喋りがしんどくなってきますね。頭から、はい、前乗り、1、2、回る、グミターン、あーここ早いね、グミキック、あー難しいけどちょっとやってみよう。グミターンが終わったら足をすぐ外に開くんですよね。で、ワン、エナー、ツー、エナー、スリー、エナー、フォーっていう風に横に1、2、1、2、1、2、1っていう風に動きます。これを体をできるだけこうやって一緒に動いてしまわないようにワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォーっていう風に腰だけちょっと外に出して上半身をまっすぐキープさせるイメージ、トゥントゥトゥ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 っていう風になります。なんと難しい。はい、5、6、グミターン、グミキック、はい、ちょっと最後のやつもいきましょうか。タタタタタタ、これね全部ハウスダンスのステップなんですよ。ハウスダンスっていうのは足のステップだけでいろんなダンスのバリエーションというのかこう動きを見せるダンスのジャンルになっております。1、2、3、1、2、3、1、2、3、外に開いたら前にかける、外に開いて前にかける、これを早くタンタタタンタタタンタタタンってやってるわけですね。前乗りから、はい、へい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 、回ります、はい、わっ、やつ、やつ、やつ、ブロキック、エナファ、エシックスっていうことです。はい、この後ですね、グミシカカタン、セス、止まらないの、はい、私も可愛い可愛い、
イエイエス。ハート書いて。グミも私も。はい、お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、しなこさんのグミダンス、マジだ、グミステップのダンスの解説をさせていただきました。とにかくステップが多いので、もう解説するのもですね、結構息が上がります。ぜひトライしてみたいよっていう方はですね、この動画何回も何回も見直してもらって、ゆっくり挑戦してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、いい一日をお過ごしください。バイバーイ。